あのね、聞いて。どうしたの？私はきっとね、綺麗だねってお世辞言って、人をバカにしてるくらいじゃないと生きていけないと思うのね。何それ？花なの、私。私はこの花。この花には毒があって、食べたら死ぬの。花なんて食べないじゃん。だってさ、私が私の中に毒を貯めれば貯めるほど、周りからは綺麗だって思われるの。思われたいしんどくない？の。ブスって思われる方がしんどい。ブス。うわ、ひっと。ああ、もうダメかも、私。あんたそんなめんどくさかったっけ？もう耐えられない。ねねえ、え。何？私はいつまでここにいたらいいの？あと2週間と3日。もう無理です。死ぬ。あのね、あんたはね、毒を持ってて、人を。分かってる、聞いた、聞き飽きた、もうそれ勘弁して。私はね、あんたがいるその時間には閉じこもってなかったのに、あんたは今そこにいるの。それが意味すること分かるよね。それが意味することって、そんな言葉私使わないよ。使うようになったの。あんたはさ、そういっつも。分かったって、もうお母さんそっくりじゃん。なんかは？もう、なんで私だけこんな。私だけ？え？嘘。ああ、最悪。こんな将来嫌なんだけど、ちゃんと未来変わってくれ。なんで？その行動によってあの人は生きてるんだよ、そっちでは。わかんない。実感ない。失ってから気づくよりよくない？でも生きる楽しみないじゃん。なんで？未来わかるのって死んでるのと一緒でしょ？なんで？だから。どう生きても、なんで？もうなんで、なんでうっさいの。ブスじゃん。中身までブスになってんじゃん。もう耐えられない。大丈夫かな、私。どうかこんな私にはなりませんように。お願いします。お願いします。嘘。誰と？未来知るの嫌なんでしょ？誰誰？言いませちょっん。と。じゃあ私は待って待って、誰よ誰？お願いします、教えてくだデルさい。フィニウムの水変えてきまーす。出る？え、これそんな名前だったんだ。あ、ちょっと待ってよ、誰よ。え、こんにちは。今川宇宙です。話し場いかがでしたでしょうか。ちょっと画面が揺れててごめんなさい。現在ですね、そのイベント自粛要請で舞台が延期になったりとか中止になったりっていうことが続いていて、でさらにそれがいつまで続くかわからないという状況の中、いろんなその劇団とかその団体の方々がそのネットで見られるお芝居っていうのを考えたりとか、あとグッズを通信販売したりとかしてる状況だと思うんですけど、この企画はですね、一つの花をテーマにして、まあ、3分っていう短い演目ではあるんですけど、一つのお花を、私の場合はデルフィニウム を、題材にしたシナリオを、脚本演出家の方が書いてくださって、で、一人芝居、役者がそれを家で演じて動画を皆さんに見ていただくっていう企画、本当に素敵な企画なんですけど、花芝居チケットというものをご購入いただくと、その売り上げが、脚本演出家、そして役者、そしてお花屋さんに分配されるという仕組みになっております。またチケットをご購入いただくと、お花が2、3輪お家に届きます。私の
チケットの場合はデルフィニウムが届きます。あと鍵付きの特典動画というものもありまして、それが日野さん、今回脚本演出の日野さんによる動画の解説と、あと私が3分くらい喋る特典動画が見られるようになりますので、もしよろしければ話し場合チケットの方もよろしくお願いいたします。デルフィニウム、すごく本当に綺麗なお花なので、ぜひゲットしてください。ではありがとうございました。